また県からは被災した人たちの健康面を支えるため保健活動チームが石川県に出発しました。石川県七尾市に派遣されたのは県内2カ所の福祉保健所の保健師と県の関係部署の職員合わせて4人です。派遣されたメンバーは現地で避難所に避難している人や在宅で支援を必要としている人たちの健康面の相談に乗ります。今朝行われた出発式では県健康政策部の家康秀隆部長が、被災した人たちはメンタル面でも辛い日々が続いている、健康を管理し生活が保てるように尽力してほしいと激励しました。一人でも多くの方の不安が解消できるように活動してまいります。では行ってまいります。今回出発したチームは16日まで現地で活動することになっていて、2月末まで市町村の保健師らも交えながら保健活動チームの派遣を継続する予定です。